トモコンチャンネルです。はい、今回もねトモコンチャンネルが始まりました。で、今回からまたね、3代目の割り箸墓場を僕のオリジナルでね、制作してます。で、前回のこのね、割り箸墓場を作ってた、まあ途中経過ですねの方では、ボテの方を平ボテから箱ボテに変えて、そのジャリンコチエの、まあ、いろんなね絵を描いて、まあ、紹介しましたが、今回、まあ、とりあえず上だけなんですけど、天板のとこだけなんですけど、LED の球ね、まあ、リレーの方をつけて、まあ16個かな、はい、電磁ボックスでは2つなんですけど、1つの電磁ボックスには8個LED の球がついてます。でそれを2つですねつけて16個つけてみました。はい、まだねこの縦の部分とか、下のね、シャーシのとこの部分とかっていうのはまだつけてないんですが、とりあえずまだね今のところまだ仮なんですけど、プラ板とアルミシールですね、アルミテープかなでちょっとして、まだこれはね天板は上開きます。はい、でもちょっとね仮で今のところこんなんかなと思って、ちょっと LED の球をね、設置しました。はい、で、とりあえず助手席側が前から後ろですね、まあ、L 字みたいにして、で運転席側は後ろから前の L 字にしてます。はい、で一応ねこんな感じかなと思って、今のところまだね仮でサイドバンパーとか、リアのフェンダーですね、メッキのパーツとかもつけて、やってみました。はい、こんな、はい、まだ色はね、LED の球の色は緑とか、透明っていうか白系なんですけど、ちょっとねオレンジっぽい感じの、色に持っていきたいかなと思います。はい、まあ、クリアオレンジかなに、色を塗って、光らせたいと思います。はい、まだね、この今4つ、フロント4つかな5つかなにはなってますが、もうちょっと増やしたいかなと思いまして、縦の部分ですね、縦の部分が、
ちょっと残るかなと思って、このね前川の横の部分もそれで足してみたいかなと思います。はい、助手席側がまだ色をつけてないです。白色系ですね。はい、になってます。こんな感じです。でリアの方はこれまだ3つですね。はい、光るとこが3つなんですけど、またね、先ほども言いました、リアの縦ですねの方も LED の球も入れてみたいと思うんで、それで、縦と横の LG でちょっとね、やってみたいかなと思います。もうちょっとね LED の球を増やして、やってみます。はい、でそのね今回まあ一応仮なんですけど、こういう感じで今上の方 LED の球をつけてみましたが、全体的にね、運転席も助手席も、フロントもリアも LED の球をね、つけて、ちょっと加工したらね、箱ボテの方は完成かなと思います。はい、まあまだねこのサイドバンパーとか、リアのテールとか、フロント周りっていうのはね、まだもうちょっと手を加えますが、まあなかなかね、こういう感じのジャリンコチエの絵とかもね、描いてる方が少ないかなと思いまして、今回こんな感じで、僕のオリジナルで、割り箸墓場ですね、平ボテから箱ボテにしてジャリンコチエの絵を描いて、やってます。はい、まあね、今まあサイドバンパーこんな感じなんですけど、レトロ風ですね。フロント周り、まあバイザーからシートデッキから、アーチからでフロントの V 字マーカーとかっていうのもレトロ風にして、LED の球ですね、こういう感じのリレーの方を、まあ、加工してねつけて、まあ、キラキラと光らせて、したいかなと思います。はい、まだまだもうちょっとね時間がかかると思うんですけど、ちょこちょこと、作業してますんで、はい、まあ次回はこの助手席か運転席かの縦とこのね、下の部分の横の部分ですね、LED の球ですねをつけて、ちょっとやってみたいかなと思いますんで、よかったら次回の動画も見てください。はい、まあ今のとこはね、この上の部分は仮でちょっとこんな感じかなと思ってやってますが、もうちょっと LED の球を増やしたりとか、ちょっともうちょっとだけね綺麗に、やってみたいかなと思いますんで、はい、まあ、次回の動画で、どこまで進むかちょっとお楽しみください。はい、それでは今回はこんな感じで僕のオリジナルで制作中の3代目割り箸墓場を紹介しました。はい、それでは今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。